着色された部分が、新郎新動は、ロマネスク様式やゴシック様式のキリスト教建築の一部分の名称で、入り口から主祭壇に向かう、中央通路の内の袖楼に至るまでの部分を指す。フランス、ノルマンディーにあるサンジョルジュでボッシャビル修道院の、ロマネスク様式の新郎側楼との間のアーケード上部にはトリフォリウムが設けられている。側楼ロ,ロマネスク、ゴシック。 古典建築のいずれの様式においても、修道院、大聖堂、バシリカ、教会堂といったキリスト教建築では、入り口から内陣に向かっていくつかの廊が伸びている。廊の数は通常奇数であり、教会堂はその数によって、単廊式、三廊式、五廊式などに分類される。廊の内中央に設けられるものは、高い天井と広い幅を有しており、振を。 明示的には、主神動、主炉と呼ばれる。これに対して、振動の両脇に設けられる天井の低い炉は、側炉と呼ばれる。振動と側炉、または、側炉同士の間は、アーチやアーケードで区切られる。五炉式の境界道において、側炉の天井が高く、振動と同様の幅を持つ場合には、振動が三つあるという言い方をする場合もある。 振動を中世ラテン語でナビスと言ったのは、おそらくそのボールとの流骨形状により連想されたものであろう。現代の人々にとっては、振動はゴシック様式教会堂の主要部分のように思われるが、教会堂の建築はしばしば資金の集まり、具合によって、礼拝に重要な三口ありから先に、外側へ向かって建設が進められ。 多くは、新廊が完成する前に封建された。様式が変化するなど、新廊が初期の計画通りに完成しなかったものも多く、中には、新廊が全く建設されなかったものもある。古式建築においては、新廊アーチの米の数はあまり重視されなかった。新廊は、側廊の屋根より高いため、そのサブの側壁にクリアスーリーの窓を設けることができる。 クリアストーリーからは内部に光が差し込むがアプスは影になる。この建築構造の先駆的な例はローマの非宗教的バシリカにおいてみられる。これはフォルムに隣接して作られた屋根のついたストアの一種で、ここで失政官が集まり公的実務が行われた。イギリス、バースのバース寺院の振動上部、後期ゴシックのファンボールと。 トリフォリウムをなくすことでクリアストーリーを大きく取ることができた例。ロマネスク様式の構造では振動の天井の高さが大きくなり、速廊の上部を長周が通過する通路が作られ、トリフォリウムと呼ばれる構造が設けられることもあった。後にはバース寺院の例のように、トリフォリウムが覗かれて速廊が低くなり、クリアストーリーに変わってステンドグラスが大きく広がるようになる。 クロッシングは、振動と側浪とが交差する部分を指す。クロッシングの上部には、塔や戦塔、また、東方教会ではクーポラが乗っていることがある。この特徴は、ルネサンス期に西洋で再導入されたもので、フィリッポ・ブルネレス期によるサン・ロレンツォ制度で最初の例が見られる。ブルネレス期は、バッシリカの形を原始ローマのもので復元し、細部にも、 平らな角換天井など意識的にローマのスタイルを取り入れた。サンロレンツ教会の新郎はクリアストーリからの光で明るいが、クロッシングは小さなクーポーラのため薄暗くなっている。他の場合では、側廊の上部にある長頭や開口部のためクロッシングがより明るい場合もある。浴廊はより広い間隔の窓間壁によってより高いボール刀を作ることができるが、 この場合、クロッシングは、その建築のリズムによって、新郎と区分されることになる。内人とクワイアが聖職者のための場とされるのに対し、新郎は非聖職者、つまり、一般参拝者のための場とされ、内人障壁によって聖域から区分されていた。動物や人間の糞尿の匂いがしばしば漂い、新郎はあまり清潔な場所ではなかった。そのため、内人障壁は、 大聖堂のより神聖な区域を区別し、不潔、不条な者の,の侵入を防いだのである。この内人障壁は、16世紀、プロテスタントの改革派によって一掃された。ありがとうございます。